23歳男僕は今年の3月に広島名フラン看護大学を卒業して看護師とソーシャルワーカーの資格を取得していましたですが人付き合いが苦手なのと無能なため就職しませんでした今何か変化を起こそうと上京してフードデリバリーをして月8万から10万稼いでますが何も変わってないので広島に帰ろうかと思ってます彼女もできたことがないし何から取り付けたりとか分かりませんアドバイスを具体的にもらっていいでしょうかえっと今あのコロナ病棟とかで割と人手が足りてないので普通に医療従事者として働いてください そうするとあのいろんな人に感謝されるし、まあ、あの人を助ける仕事なのでなのでせっかく取った資格なのでその資格を使ってください。それで助かる人もいると思いますよ。あのコメントでも看護師やれって <laughs> まああの看護師の資格持ってるんだからフートテリープレイじゃなくてさっさと看護師やってください。はい